セロリの浅漬けとセロリ味噌の作り方。束売りだったので、根元を切り落とし、バラバラにします。葉と茎を分けます。表面のポコポコしている部分は筋なので、包丁で引っ掛けて、茎の方に向かって引いて取り除きます。食べやすい大きさに切ります。重さを測ってクレイジーソルトを用意します。材料を保存袋に入れ、振って混ぜ合わせたら空気を抜いて1時間くらいそのまま置いておきます。1時間後、保存袋に隙間ができているので、再度空気を抜いて冷蔵庫で一晩置きます。セロリの浅漬けの完成です。セロリ味噌を作ります。セロリの葉の重さを測って、調味料を用意します。流水で汚れを洗い流し、よく振って水気を飛ばします。ざく切りにします。少し多めのごま油をフライパンに流し入れたら、セロリを入れてしんなりするまで炒めます。しんなりしたら、溶かしておいた味噌を加え、水分を飛ばします。水分が少なくなったら火を止めます。セロリ味噌の完成です。